タイムで出身も技術とか体力に活かせる動きとか、ね、だから体を変えるためにやるわけでしょ。労働の方はどういう体にするんだっけ。その筋力トレーニングで出す強さじゃないわけでしょ。強くならなきゃいけないんだけど、それは武術的な強さなんで、足腰主導、左半身の強さと全部まとめて一致して、さらに意識主導気に導かれて動くまでになりたいわけですよね。その1年で俺がいるんですね。いいな。会社っていうのはもうここで止めないといけない。首を切っちゃうから、首を切っちゃいけないんだよ。首完全に切っちゃうのは残首って言って、すごく不名誉な単なる死刑だけど、切腹とは自死、自分で死ぬっていうことなんで、首を切っちゃいけないの。残して首がつながった状態で前へ倒れるようにする礼儀があるわけ、切る方は。だからもうここでポンと止めて半分つながったまま切っちゃダメ。だから本当の会社はこうって言ったら、この頸椎をパコンと折るだけなんだ。相手は苦しまないようにしてあげるっていうだけだった。できるってのは本当は残暑っていう解釈じゃないの。頸椎をパコン折る程度の仕方が本当の解釈だから、全部とかだったら本当に取れないけど、できるのは大切な訓練だから、それはここだけの話だよ。長尾先生はそういうこと言わないんだよ。これを抜いて、刺さってるのを抜いた後ちぐりするっていう気持ちで、刺さってるわけでしょ、はい、それをクッと抜きながらちぐりっていう気持ちにして、なんか違うよね。そのまんまやってます、ね、はい、抜けないだろ、はい、抜けるThank you.
本当木刀で払えるか考えてみ。下がらないよ。君はすごく下がっちゃってるね。小指で感じて、こういう剣先の位置を。はい。あとはこうなっちゃってる。その分、剣先に無駄動作が、無駄手間が入っちゃうからね。触りすぎじゃない。